こんにちは、シードポットの小島です。今回はですね、カトレアをテーマにしていきたいなと思います。この秋気温がこう下がってきますと、カトレアもですね、そろそろ花芽が咲く印ですね。シースというこの葉っぱに対して、こういう薄っぺたいんですけども、こういう袋状のもののシースというのが出てきます。これがまあ花が咲くサインなんですけれども、こういうのが出てきたり、またはこちらのようにシースが出て芽が出てくるというようなものとか、いろんな状態が現れてきます。それに対してですね、この秋どういう風に捉えて、どういう対処をしていけばいいのかっていうことをですね、今日はカトレアをテーマに秋の手入れをご説明したいと思います。園芸好きな人、カトレア好きな人もですね、ぜひ最後までご覧いただきたいなと思います。それではですね、こちらの株4つご用意いたしましたけども、この先頭のですね、シースがついている株ですね、これをちょっと見ていきたいなと思います。こちらから行きますとね、これが今年今伸びてるもので、ここにシースがついてます。ここがまだね、緑で、まだバルブが完成する直前というところですね。この下の方が太って、もちろんシースはあるんですけども、太ってですね、そろそろバルブもうほんのちょっとで完成。こちらはこの今成長している最後の段階と比較するとですね、ここの部分、バルブの下の部分、これまあ芽をですね、バルブをカバーして保護しているものなんですけども、ここが茶色です。そしてもう一つ、ここにシースがあって、バルブのカバーも茶色。そしてまた次の芽が動いてるんですね。こういうカトレアが今年花が咲くというような状態のこの4つのパターン。シースがついてるんですけれども、今みんなそれぞれ状態が違うんですね。この秋どういう風にすればいいかって言いますと、こちらのまだ完成していないこの2つ、こちらはですね、まだ水もたくさんあげてください。そしてまた肥料をですね、続けていただく、液体の肥料、特に窒素リン酸カリの真ん中と後半、リン酸カリの多いタイプの液肥を続けてやっていただく。だいたい10月の半ばぐらいまでこれは続けていただくという感じになります。そしてこちら、もうシースができて、バルブが完成して、もうこれで一回止まってます。この場合はですね、もう肥料をあげません。肥料をあげずにですね、水も少し控えめ。例えばこちら、週にですね、2回ぐらいあげるんでしたら、こちらだともう1週間に1回とですね、少し水やりの間隔を空けて、少し株を休めるっていうですね、成長をちょっと抑えるというような感じになります。肥料もあげません。そして最後こちらですね、これが一番ご質問の多いですね、シースができました、ところがまた次動き出しました、この場合どうしたらいいんですかっていうご質問が非常に多いんですけれども、この場合はですね、実はこれが成長終わるまでですね、肥料を続けてください。どういう風な肥料がいいかっていうと、先ほどの液肥で申し上げた窒素リン酸カリの3要素ってのがあるんですけども、この真ん中と後半のリン酸カリの多めの液肥ですね、それをこれが成長終わるまで続けてください。そうするとこちらもよく咲き、こちらにも花が来やすいということになります。よくですね、こうなってもですね、もう秋になるともう肥料スパッとやめてしまう方が多いんですけども、そうするとですね、こちらの場合はいいんですけれども、こちらの場合はまだここが成長してますので、この芽にですね、こちらの養分が取られて、こちらが咲きにくくなり、しかもこれも十分育たなくて、両方咲かないということが時々あるんですね。そうならないためにシースがあって芽が動いているこの秋の状態、この場合にはまだ肥料を続けていただくということが大事になります。次にシースとかカトレアのつぼみですね、こういうものについてちょっとご説明したいと思います。この秋ですね、ふと気づくとですね、こういう風にシースからですね、花芽がこうやってね、つぼみがいつの間にかスーッと出てることがあります。これをほっとくとですね、下向いて変な格好で咲きますので、これぐらい伸びる前にですね、本来ならば支柱を立てて、少しですね、このように立てておくと綺麗に咲いています。こちらもですね、少しこのように立てておいて、少し向こうにこちら側にね倒れてますので、そちら側から太陽の光、向こうを南向きにするわけですね。そうすることによって綺麗に花が南に向いて、そちらに向いて綺麗に咲いてくれま
ます。これがそろそろ必要なつぼみの管理。そしてよくですね、こういうシースが枯れてくるっていう現象が起きます。これはですね、実はこのシースとですね、中のつぼみというのは別なものですので、シースが枯れたかといって、中のつぼみがですね、花芽が枯れたということではないんですね。よくこの枯れたシースから花が上がることはよくあります。特にこの場合はですね、これを剥くとですね、もう一個シースが出てくるんですね。これ二重シースって言いまして、シースが二重になってるんですね。これを取ると綺麗なシースが現れる。この場合、別に中が、この場合もですね、シースが枯れていても、これは中のものとは別物だということが一つ分かっていただけると思います。こういう場合、シースが枯れてもですね、取ってしまったり、よくここからね、ブキッと取っちゃう方いらっしゃるんですけれども、取らずに、今の場合にはまあ中こうやってね、次のシースがありましたけども、中の二重シースでない場合も、もしシースが枯れてもですね、シースをもぎ取らないように、しばらく花芽が上がるかどうか様子を見ていただくという方がいいと思います。そしてさっきのね、もうここが茶色いですから、もう完成して成長が止まった状態ですね。シースがあります。あとは開花を待つだけなんですけども、この場合ですね、このシースとこのカバー、ここがちょっと水が溜まりやすい状況なんです。こういう風に溜まりやすい状況になっている場合には少しこうやってね、剥いてここに、今みたいにこうなっていることで水が溜まってシースが枯れて腐ることもありますので、剥いてですね、水が溜まらないようにしておく。この秋ですね、そういうことも気をつけていただきたいなと思います。そしてこのミニカトレア系、ミニからミディ系はですね、このようにシースがなくてつぼみが上がってくるケースがあります。これですね。この場合はですね、この中に水が溜まりやすいんですね。そうすると中からつぼみが上がってきた段階で溜まってる水でつぼみが腐ってしまうということもありますので、ミニミニの場合にはですね、新しいこういうですね、芽が伸びてきて、これなんか特に中にシースが見えるんですけども、こういうふうに寝てる場合には水をかけると水溜まってしまうんですね。その場合には中のシースまたは花芽が枯れることがありますので、あまりこの中に水を入れない、または溜まった場合にはこうね、出していただくというようなことで気をつけていただいた方が、せっかくのね、花芽がもう一年の苦労が水の泡になりますので、そういう花芽とかですね、シースのケア、少し注意してみていただくといいかなと思います。次はですね、この秋のカトレアのトラブルといいますかね、こうなったらどうしましょうというトラブルの対処についてご説明したいと思います。こちらの花、秋咲きのカトレアなんですけども、無残にこれはナメクジの食害ですね。ひどいですよね。ナメクジはよくね、この立った後、こうテカテカね、光って歩いた後がよく見受けられるんですけども、こういう場合はですね、もうつぼみが先ほどね、支柱を立てましたけども、つぼみが見える段階からですね、ナメクジの薬を撒いていただいたり、この秋、気温が下がってくると、ますますナメクジも元気になりますので、こういうせっかくのね、花、見にくくなりますので、ナメクジをちょっと気をつけていただくということも大事になってまいります。そして、これ一見このシースがついてですね、今年よく育ったなと、またこれで花を咲くのを待てばいいなと思うんですけども、株元を見てください。これひどいでしょ。もうね、下からこういうふうに腐ってるんですね。これはね、何かって言いますと、元の方から腐るフザリウムというですね、一種の病気なんですけれども、これもですね、カトレアたまーにこういうことがありますので、少しですね、株元を注意して見ていただく必要があります。この場合はですね、鉢から抜いて、この株元の腐りのないですね、おそらくこの2本、これだけを植えることになります。ちょっと開けてみましょうか。でも鉢ごと入ってます。こちらの4本がね、腐ってますから、ここをハサミ入れます。はい。切り口、まだ茶色いんですよね、ここね。ですから、これが綺麗になるまで、ね、白く綺麗になりました。ここまで切っていただいて、あと少し長い根っこもですね。この2本だけで、株はだいぶね、小さくはなりますけれども、今のうちにですね、こういう風に、手をつけておかないと、このまま春まで置いてですね、これがまあ一応咲くんですけども、咲かしたら多分下から全部ね、腐ってしまうということになりかねませんので、こういうふうに腐りを見つけたら、できるだけ早めに処置をしていただく必要があると思います。それとですね、先ほどのはちょっと状態がね、悪いもので、病気で早めに植え替えと
ということで取り扱いましたけども、今度はですね、植え替えが遅れてもう飛び出してますよね。次の成長もしてます。このまま冬ほっとくとですね、この芽も成長しづらく、もっと弱ってしまう場合もありますので、今のうち9月いっぱいとかですね、10月の上旬までに、これでしたら普通にここだけ取ってですね、植え替えをしていただいた方がいいと思います。この秋というのもですね、早めの彼岸前後は植え替えの第2の適期になりますので、ぜひこういう状態、さっきみたいな病気のものを見つけたらですね、必要であればすぐ植え替えをしていただければいいかなと思います。いかがだったでしょうか。カトレアですね、この秋になるとですね、こうやってつぼみがね出てきたり、綺麗にねこういう風に咲いてきて、テンションが上がる季節になります。その前にですね、株元とか新芽の状態、そしてシース、花芽、いろんな状態をですね再度チェックしていただいて、植え替えが必要なものを植え替え、必要立てるものは立てる、ナメクジの防除とかですね、いろいろこの時期やることがありますので、ぜひ涼しくなったこの時期、ゆっくりと株を見ながら開花に向けてですね、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。